はい。皆さん、こんにちは。カメラ部 TV の大です。今日は予告した絞りについてお話しします。絞りの効果といえば、露出を調整したり、ピントの合う範囲を変えるというのを思いつくと思います。実はそれだけではないのですね。ということで、5つの絞り効果について順に説明します。それでは早速行ってみましょう。1つ目、露出調整効果についてです。この図は、絞りを通った構想を書いています。 絞りを絞ると、こういう風に高速が細くなっていきますね。光の量ってこの太さで変わるので、絞りを開ければ太くなって露出量が増え、絞ると細くなって露出量が減りますね。少し斜め後ろから見てみましょう。倍の太さになれば、面積が4倍になります。つまりちょうど2段軽くなりますね。逆に太さが半分になれば面積が4分の1になります。つまりちょうど2段暗くなります。これはわかりやすいですね。 二つ目、ピントの合う範囲を変化させる効果です。もともとフィルム時代にはある決まった理論がありました。許容作乱炎って聞いたことありますかこれは、これだけボケてもピントが合っていると判断しますという大きさなんです。何言ってるのボケはボケじゃんと思ったあなた、ちょっと聞いてください。フィルム時代は今のようにパソコンで当倍まで拡大してみるなんてことできなかったですね。因果詞に焼いてピントが合っているように見えれば OK ということです。 諸説ありますが、一番納得性のある説を紹介します。人の視力は平均して1.0ぐらいですね。で、視力1.0の人が見分けられる分解能というのは、角度で言って1分角です。簡単に言うと、視力検査の C の文字がありますね。視力1.0のところに書いてある C の隙間が1分角で書かれてるんです。その視力1.0の人が、 四つ切りサイズの写真を両手を伸ばして鑑賞したとしましょう。この距離は目を動かさずに全画面が見渡せる距離ですね。その時、ボケていなければピントが合ってると判断することにしたんです。そして、このボケてないと判断できる細かさを当時、まあ主流であった中盤フィルムの上に換算したのが共用桜年園であるという説です。そしてその直径が33ミクロになります。 計算式は上に書いている通りですね。これは全世界共通の規格だったんです。ここであれと思った方、鋭いです。そう、35ミリ版、いわゆるフルフレームだと、もっと小さくないとダメですよね。フルフレームで許容作ライン33ミクロンだと、視力0.6ぐらいの人でボケて見えちゃいますよね。まあ、実際にそのボケを許容するかしないかは個人の判断ですから、ここは固いこと言わずに、世界標準を認めることにしましょう。 そして、この許容作乱円から被写界深度が決定されます。焦点位置から許容作乱円33ミクロンの円までの距離を被写体位置で換算したものです。だから被写界深度はピントが合っていると想定できる範囲ということがわかりますね。ところがどっこい、デジタルになってパソコンで写真を当倍に拡大してピントがどうのコント評価されるようになってしまったんですね。 そうなると当然許容桜炎を小さく設定しないといけない。そして先ほどの原理から言って、撮像素子が小さくなれば、さらに許容桜炎も小さくしないといけなくなります。参考までに想定される許容桜炎サイズを言うと、フルフレームで20ミクロン、APS-C で15ミクロン、マイクロフォーサーズで10ミクロン、コンパクトデジカメでは10ミクロン以下にしなければなりません。 ですから各メーカーはレンズ設計からピント検出の精度からフォーカスレンズの止まり精度まで良くしなければならなくなったんです。その他にも修差の許容量も厳しくしています。最近デジタル対応として交換レンズのリニューアルがされているのはこのためなんですね。ですが交換レンズに書いてある深度表示はフィルム時代の許容作ライン33ミクロンで表記していますから気をつけてください。 あの表記をデジタルカメラで使う場合には表記の半分くらいを目安にすればいいんじゃないかなと思います。では、いよいよそれだけではない話に行きましょう。三つ目、少し絞ると性能が向上する効果です。開放絞りではレンズの有効系の全ての光が通るためたくさんの光が入りますね。そして絞ると図のようにレンズの周辺には光が通らなくなります。 レンズのカタログに MTF データなんかが載ってますが、あれは開放絞りのデータであって、かつあくまでも設計データです。レンズ玉含めてあらゆる部品は誤差0では作れません。さらに組み立て精度もあります。今では性能が出るように調整などもしますが、これもまた完全に調整0で調整はできません。必ず調整残りが発生します。 つまり実機であの MTF データが満額出ることはありえません。そこで絞りを0.5段でも絞るとレンズの光が通る範囲がちょっと狭くなるとどうなるか。先ほどの誤差の影響が軽減されて設計性能に近づいていきます。さらにレンズを保持している玉枠などのエッジに反射する光も軽減されて抜けが少しばかり良くなります。つまり画像がシャキッとするのですね。 また、最近のレンズ設計は非常に優秀になって、周辺像まで開放絞りから綺麗なものが増えました。でも、少し古いレンズでは、コマ集差やサジタルフレア、発生するものがたくさんあります。そういったレンズを使いたいときには0.5段でも絞ると、これらの収差がかなり軽減されます。ミラーレス一眼のフランジバックが短いため、オールドレンズを使う方が増えましたね。 オールドレンズの開放絞りでふわっとした柔らかい写りを堪能するのも良いですが、シャープにしたければ少し絞ると良いですよ。そうすることで一粒で二度美味しいグリコみたいに味わえます。そして四つ目、周辺光量落ち改善効果です。この図を見て気づいた方もいると思いますが、周辺を通る高速が絞り解放の時と絞った時に変化がないのがわかりますか 逆に中心付近の高速は細くなってますね。つまり相対的に周辺光量値が減るわけです。絞り開放で周辺光量が不足するレンズは多いと思いますが、少し絞ることでこの現象が緩和されるのは、この現象があるからです。最後の5つ目、絞りすぎるとボケる話です。小絞りボケとか解説ボケとか聞いたことがあると思います。光は光波という光の波でできています。つまり、 水の波紋と同じです。ちょっと実験してみました。このような綺麗な波紋に板を入れると、板のエッジを通った後波紋が板側に乱れているのがわかりますね。これが解説現象です。この波紋を硬波とすると当然光が乱れるわけですね。その結果被写体像がぼやっとしてしまい、解説ボケが発生するのです。この乱れは常に一緒ですから、絞りを少ししか絞らなくても起きてしまいます。 ただ、絞り込むと見慣れた光の割合が増えますよね。なので、絞れば絞るほど被写体像のボケ具合が目立ちます。フィルム時代にはパソコンで等倍表示されることがなかったので、それほど言われることもなかったんです。でも、デジタルになって等倍表示で目立ってしまったんですね。ですから、解説ボケが許容できない画像を撮影するときは、どんなレンズでも F8 までにしましょう。 もちろん分かって使う分には絞ってもらって大丈夫ですよ。どうでしたか絞りの効果って意外とたくさんあることが分かりましたか今回解説した内容をちょっと頭の片隅に入れて撮影してもらうと人皮向けた写真になること間違いなしです。それでは今回はこれくらいにします。お役に立ったようでしたら高評価ボタンをお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。